今回は、JR 北有尾駅東口から徒歩約6分のところにある、石窯で焼き上げた本格クッツァが堪能できるお店、パスタマンジャーレザザー行店に行ってきました。ランチタイムのクッツァ食べ放題をしたいと思います。ランチタイム、11時から15時。この時間内であれば時間制限内みたいです。クッツァの提供は、15時半までです。ランチの最終入店が15時まで。外観は普通の家っぽいですね。訪問したのは、平日13時半過ぎ。待つことなく入れました。先客は15組くらいで、70から 80% の席は埋まってました。日によっては並びそうな感じです。入店。内装はこんな感じ。この石窯で焼いたものをすぐ提供してくれます。ドリンクバーコーナー。別料金で税込み218円。ランチメニュー。メイン料理を選んで、それにサイド一品とピザ食べ放題がついてくる感じです。メイン料理到着。シンプルセット税込み1428円。メインは、海の幸マーレトマトの生パスタ。サイドは、本日のスープミネストローネ。それでは、いただきます。もちもち感あって個人的に乾麺より生麺の方が好みです。アサリとエビがメインのトマトソースのパスタ。魚介の味が効いててうまい。パスタ一瞬で完食。ミネストローネ。ここからひたすらピッツァを食べていきます。一応何ピース食べたかカウントします。ピッツァは店員さんがテーブルを回って提供してくれます。持ってきたものをいるかいらないかで選択します。もちろん自分は全ていりますです。横にある石窯で焼き上がったものをすぐに提供してくれるので、焼きたてが食べられます。提供時間はバラバラでちょこちょこ待ちは発生しますね。ピッツァの種類がたくさんあって飽きないですね。デザートピッツァの種類が多くて、別でデザート頼まなくても満足できそう。ここでピッツァの提供時間終了。23ピース食べることができました。ごちそうさまでした。もう少し食べられた。30分早く入店すればよかった。たくさん食べたい人は逆算して早めに入った方が良さそうです。本格的なピッツァが1500円以内で食べ放題はお得です。平日で混雑してるのも納得。おしまい。